2023年8月30日巨人戦勝利後の新井監督のインタビューを少し紹介するね。6回無失点大瀬良選手について、本当大地が素晴らしいピッチングだったと思いますね。要所を締めながらナイスピッチングだったと思いますし、要所で菊のプレーもすごく大きかったですね。攻守連発の菊池選手について、彼にはいつも守備でたくさん助けてもらってます。本当に頼りになりますね。栗林選手ベンチ外でもリードを守り抜く、後から行ったピッチャーも本当よく投げてくれましたね。まあいつもなんですけども、栗林は今日もリカバリーに当てるということで大丈夫です。3試合連発の末金選手について、末金さんすごいですね。薄ら笑い、昨日はレフトで今日はライトですか。本人も掴んだって言ってました。笑い、楽しみですね。笑い、連勝が続いてる。いつも言っているんですけども、明日は明日で新しい日なので、また新しい一日を全員野球で頑張って戦いたいと思います。昨日もニコニコしてたんだけど、今日はもっとニコニコしてたかな。日に日に笑顔が増しておるにゃ。それだけチームの状態もいいってことだよね。次戦もしっかり新井監督の笑顔を守りたいね。ということで、首位阪神と5ゲーム差まで縮めた試合後のインタビューでした。カープのお話はどうだった？他にもたくさん面白い話をしてるから、最新の動画や再生リストもチェックしてみてね。